園児に生き物や環境の大切さを知ってもらおうと、松崎町の海岸では地引き網の体験会が行われました。はじめ。松崎町の岩地海岸で行われた地引き網体験には、下田市と松崎町の3つの園に通う子どもたちおよそ100人が参加しました。このイベントは生き物や環境の大切さを知ってもらおうと毎年実施されているもので、子どもたちは力いっぱい網を引っ張りました。網の中にはさまざまな魚が入っていて、子どもたちは驚いた様子で眺めていました。何が入ってた？フグ見た。どうだった？大きい丸だった。今日捕まえた魚は給食で提供されるということです。